テリサに到着でから花咲徳栄対独協埼玉の試合観戦します。徳栄の応援します。頑張れ。Oh!
どうも、ひろです。今日は見事花咲徳栄が勝ちました。次は4回戦で松竹深谷と国際学院の勝者です。もし国際学院が来ることになったら、甥っ子の母校です。じゃあ、次の4回戦も楽しみにしてます。今日は勝ちました。素晴らしい試合ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価お願いします。